念だけが残る場合、念というのは100年、1000年経っても絶対に取れないのでしょうか。世の中、念だらな、だらけにならないのでしょうか。いや、転生なされば、そこはちゃんと、念は取れると思いますよ。うん、大丈夫です。そして念が残るほどの、人生の結末を迎える方ってそうはいらっしゃらないっていうふうに思いますよ。ああ、よかったな、ありがとう、疲れたな、先に行くぜ、とか。そういう思いで亡くなられる方が大半なのではないかなと思いますよ。はあ、疲れたな、ってね。じゃあな、ってそんな感じでね、行きたいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。はい。パパさんこんばんは。質問なのですが、前にパパさんが、菅総理についてあの人は心の悪い人じゃない、今は頭がパンパンになっちゃっているとおっしゃったことがありますが、そのあたりの話をもう少し伺いたいです。もちろん話せる範囲ですね。あの当時の菅さんは全然悪くなかったんですけど、ここのところ良くないですね。僕もね、今ね、最近の菅さんを見ててね、良くない。オリンピックが終わってからね、パラリンピックっていうか、オリンピックのあたりから、本当に良くなくなったですね、あの人ね。今本当にね、どっちかっていうと、まあ、言い方は悪いですけれどもね、ちょっとね、様々に関わって、様々に、たかられてるって言ったらおかしいですけど、利用をする人、菅さんを、に対して、菅さんと絡むことによって、巨額の富を得ようとする人たちに囲まれきってしまって、もともと持っている人の悪さ、人の良さ、そこにつけ込まれてしまったがためにがんじがらめに悪くなっちゃってますね、あの人ね。その一歩手前のところまではね、良かったんですけどもね。尾身さんは救われたでしょ。尾身さんは本当に救われましたよね。気持ち晴れやかになりました。だから僕はね、今度の、選挙で自民党がガーンと落ちて、まぜ菅さんが総理を辞めるっていうことが何よりなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。今すぐにでも本当は辞めたいと思ってると思いますよ。あまりにもがんじがらめだ。本当に、どこ吹く風でもって知らん顔して全部をつけてるでしょ、周りが。それがあまりにもひどすぎちゃってね。それで再生大臣はさ、もうはっきり言って、まあ正直言って僕からすれば役立たずなわけですよ。ね、役立たずだけども、他にやる人ないからそこでやらされてるんでしょうけどもね。本当、菅さんね、できることだったらやめさせてやりたいなっていうふうに思いますよね。最近本当に良くない。本当に良くなくなってきた。良くなくなってきたっていうのは、菅さんそのものの、持っている魂そのものが淀み切っちゃってるね。逆に言うと本当にドロンドロンになっちゃってるね。ドロンドロンにかき混ぜられちゃってます。申し訳ないですけどね、元はそんなに悪い人じゃなかったしね、綺麗な人だったんだよなーって、抱えきれないからやべえぞ、このまま行くと下手するとこの人するかもしんねえぞぐらいの勢いだったんだけど、まあさすがにそこまでは総理になるぐらいの人だからあれなんですけど、あまりにも巨額のお金っていうものに対して、周りの人間が菅さんをドロンドロンにしちゃったね。でもまあそれに染まってしまったっていうのも菅さんなんですけどもね。逃げ場なくなったんじゃないかなっていうふうに思います。と思ってます。うちの母76歳は、小さい頃、亡くなった人の家からお寺に向かって、火の玉が飛んでいったのを見たと言っていました。最近火の玉を見たって人を見かけないですが、時代背景が関係あるんですか？まあ、いわゆる霊道というふうな感じでもってね、飛んでいかれるんだと思いますけどね。まあ、時代背景っていうよりも、
お母様の、捉え方の問題ですからね。魂さんが光って見えるっていう、ことだったんだと思いますよ。僕はこの間ね、緑色の玉が飛びましたからね。お釈迦様にしがみついたら、こんなでかい緑色の玉がブーって飛んできましたよ。5、6個ちっちゃいの従えてね。なのでね、それが赤く見えたり、青白く見えたりっていうことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。パパさんこんばんは。初めてのコメント、質問です。コロナ禍、日本はどうなってしまうんでしょうか。子供を残して死ねない思いですが、持病もあり感染せずに生き抜く。感染しません。大丈夫です。そんなに。分母をまず考えてくださいね。どれぐらいの人口に対してどれぐらいの人がいるかってことを、まずは考えになってください。感染者の数だけを気になさらないでください。そして陽性反応が出た人の中から、症状が出てる人がどれぐらいいるのかをまた考えてください。そして亡くなられてる人がどれぐらいいるのかっていうことを考えたときに、ものすごい分母に対して、ものすごい、こう、少ないと思いますよ。なので、そこは心配なさらないでください。そして、コロナ禍に関しましては、世界的な不況でございます。吹き出します。10月の選挙で何とかしましょう。これは何とかしましょう。本当に何とかしましょう。官僚の体制をぶっ壊さなきゃダメなんですよ。なので、本気になってどこかに、野党にね、連立でも何でもいいので、一回政権を預けてしばらく持たせない限りは、官僚機構というものがぶっ壊れないです。つまり、官僚さんが、ちゃんと働く世の中っていうものを、作るまで、お子様のために頑張っていきましょうっていうのが、僕の意見でございます。すいません、僕の意見でございます。こんばんは、シークエンスパパ友でございます。抗がん剤のジュニクルメイト G ラスタ、ランマークでですね、すっかりへこたれてしまって、もう本当に体が何にもかんにも動かないような状況の中でもって、本当に告知が遅くなってしまったんですけども、今週の24日、とどろき不動の、ほど近くでですね、オフ会プラス、霊視会をいたします。私、他、時石レミさん、二人、今、ウォーリーズジャパンからですね、めくるくんの方も、お誘いしておりますけれども、本当に告知が遅くなってしまったこと申し訳ございませんです。概要欄の方にですね、お申し込みの方の、URL っていうんですか、それは貼らせていただきますので、ぜひとも皆様のご参加をふるってお待ちいたします。それで本当に、ね、遅くなってしまったものですからね、ほんのお詫びの印と言っては何なんですけれども、私の方から、皆様来ていただいた皆様に漏れなくですね、金のお札をその場で書かせていただきます。そしてご希望であればね、ご年中、あるいはお若い方でしたらば、シルバーのブレスレット、こちらを差し上げようかなというふうに思っております。本当にね、気持ちだけなんですけれどもね、遅くなってしまって、申し込みようがなかったよなんていう方に対してね、本当に申し訳ございませんでしたということでね、お詫びの印としてたんですけどもね、本当に金のお札、心願成就、魔除け、ご希望の、形でもってやらせていただきますのでね、それと、ご年中の方もね、こちらはご要望とあればですけどもね、趣味がございますので、いやそれいらないよっていうことであれば、まあもちろん無理にお渡しするようなことはございませんけれどもね、もちろん無料ですよ。
なんとか業界じゃないですからね、そんなものでもってお金を取るようなことはいたしません。私の、本当に、遅くなってしまったことへのお詫びの印でございます。まだまだね、告知をしてなかったものですから、当然のごとくお申し込みがガラガラスカスカでございます。ということで、本当に皆様方からたくさんのね、お越しをお待ちしておりますので、どうか皆様と本当に楽しい時間と、練習をね、させていただければなというふうに思っております。本当に遅くなってしまって申し訳ございませんでした。お気持ちばかりでございますけれどもね、ご用意しておりますので、どうか、ご家族一緒でも構いませんよ。一枠10分という形になりますけれどもね、お一人様一枠以上でも構いませんですし、ご家族連れで3枠ですとかね、そういうお申し込みの方もいらっしゃいます。オフ会、プラス霊視会ということで、本当にふるってのご参加をお待ちしておりますので、ぜひともお会いしてキュンですやりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ハッピーカモン、皆さん待ってます。ブワー、自分に浴びちゃったりなんかしてね、自分にフンガフンガ、ブワー、お願いいたします。お待ちしてます。